僕はリルのオケに入ってティル・オイリッシュ・ペーゲルね、本番30分前に直前にエスクラやってる人がね転んで歯折ったのね。こんなことはあるのかなと思うんだけど本当に起きたの、そういうことが。それでエスクラなくなっちゃうんって言ってね、それでどうしようもなくて僕を吹いたの。エスクラじゃないよ、フルートで、フルートでそれで転調して胃腸して胃腸してもうねあれはね必死だった、始まるぞって言ってね、で学歴を書きながら どこをどういうふうに吹いたらいいか割り振んなきゃなんでしょ、うんうん、自分のパートもあるから、うん、書く欄もないです、ね、もう書く欄もないし、うん、だからもう、で一番面白い話はその終わった後に指揮者は分かったかもしれないけどお客さん誰も分かんなかったっ、ね、あまあそれについて何も言われなかったから、はいはい、おかしかったね。お客さんも気づいた人はいるかもしれないですけど、まあ、そういう日かなって、ね、高い音だしね、はい、だからぜひキャンディーになってください今度。いや分かんないですまず歯を誰か折ってもらわないといけないになっちゃいますわざとちょっと隠して楽器、いやそういう日がないように思ってますけどまあいざという時に対応できる能力を鍛えておかなきゃいけない、ね、まあそんなのもひょっとしてねっていう感じがする感じがするかな、うん、